お祈りをいたします。愛する天の聖なる神様、新しい朝を感謝します。今日も私たち一人一人に命を与えてくれていることを覚えて感謝します。私たちが教会に集まり言葉を開けるこの素晴らしい恵みを感謝いたします。どうか今日の与えられた御言葉を通して私たち一人一人に語ってください。私たちも心を開けてあなたの言葉を素直に受け取ることができますように助けてください。イエス様の素晴らしい御名を通してお祈りいたします。本日の聖書箇所は創世記12章1節から4節です。創世記12章1節から4節創世記12章1節から4節それではお願いします。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国々とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福ものを祝福し、あなたを呪うものを呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。アブラムは主が告げられた通りに出て行った。ロトも彼と一緒であった。ハランを出た時アブラムは75歳であった。本日のメッセージのタイトルは信仰の旅路です。信仰の旅路。皆さんは旅に行くことや旅行に行くことは好きでしょうか？大好きです。私はどっちかというと苦手です。今回も2週間、無事に日本に行けて、無事に帰ってくることができました。まだ時差ボケが残っていて、昼頃に疲れてしまいますが、なんとか元の生活に戻ることができました。まあ、前からそうなんですけど、旅行に行くのは本当に疲れてしまいます。準備すること、考えること、旅行先でのプラン、人と会う約束を作ること、全部終わってみると、楽しかったとなりますが、旅行に行くまではいつもストレスでいっぱいになります。人によってみんなそれぞれだと思いますが、大体の人は旅行に行くとき、しっかり計画をしてから行くと思います。それが得意な人もいれば、私みたく苦手な人もいると思いますが、一切計画なしで旅行に行く人はなかなかいないと思います。今日はその一切計画なしの旅に出かけたアブラムの話を深く見ていきたいと思います。今日の箇所で神様はアブラムに自分の育った環境や自分の家族や自分の家を離れて神様が示す地に行きなさいと命令しました。そしてアブラムは神様に信頼し神様に従いました。このアブラムの信仰によって進み出した旅路を私たちの今の信仰生活と比べながら考えていきたいと思います。そこから3つのポイントを見ていきたいと思います。1つ目のポイントは信仰によって進むということです。信仰によって進む。ヘブル人への手紙の11章8節を読みたいと思います。ヘブル人への手紙の11章8節。ヘブル人の手紙の11章8節。それではお読みいたします。信仰によってアブラハムは
相続財産として受け取るべき地に出ていくように召しを受けたとき、それに従いどこに行くのかを知らずに出て行きました。この歌詞によると、神様はアブラムに旅に出かけなさいと命令しました。そしてその先に待っている祝福も神様はアブラムに約束しました。しかしアブラムはその先に祝福が待っていることは分かっていましたが、分からなかったことの方がたくさんありました。実際にどこに行くのかを知りませんでした。その場所にどうやって行くのかも知りません。その先で何を経験するのかも知りません。どのような仕事をするのかも知りません。そこにたどり着くまでどのぐらい時間がかかるのかも知りません。そこで誰と出会うのかも知りませんし、どのような人生になるのかも全く知りませんでした。しかしアブラムは神様に信仰を持って進みました。それが大事なポイントです。私たちの信仰生活において先に何が起こるか一切分からなくても、神様に信仰を持って進んでいくことが大事なポイントです。すべてが分かった後に行くと思っているとするならば、それは信仰ではありません。しかし人間としてこれはとても難しいことです。人間としてどうしてもその先に何があるのか気になってしまいます。もしくはその先に心配や恐れがあったとするならば、なかなか一歩を進み出すことが難しく感じてしまうことがあるかもしれません。クリスチャンになったらどうなってしまうのか、洗礼を受けたらどうなるんだろうか、家族や友達にどう思われるのだろうか。この奉仕を始めるとするならば、しっかり責任を取れるのだろうか、あの場所に行ったら経済的に大丈夫になるんだろうか、人のプレッシャーが来た時に私は大丈夫なのかとか、この私に本当にできるのだろうか。私たちはこのようにさまざまなことについて心配して恐れて、なかなか一歩を進めない時があるかもしれません。しかし私たちがしなければならないことは、先が見えなかったとしても恐れがあったとしても、神様に信仰を持って一歩進んでいくということです。心配することが間違っているわけではありません。そして恐れてしまうことも間違っているわけでもありません。その心配や恐れに負けてしまい、神様の声を無視すること、それが間違っていることです。私たちはその神様の声をよく聞いて、たとえ不安があったとしても神様の計画に従いたいと思います。今日の2つ目のポイントは、旅路を通して信仰が強められるです。旅路を通して信仰が強められる。今日の歌詞を読んでいくと、アブラムの信仰が育った状態で神様がアブラムを呼んだわけではありません。アブラムはユダヤ人からもクリスチャンからも、旧約聖書を深く読んでいるからも、本当に素晴らしい信仰者として思われています。しかし最初からアブラムはそうだったわけではありません。神様がアブラムを呼んだとき、アブラムはそれに従いたくない、行きたくない、家族を離れたくない、自分の選んだ道を歩みたい、そのように願いました。今日のこの創世記12章の1節から4節を読むと、神様がアブラムを呼んだのは、アブラムがハラムという場所にい
った時の痛く時だと書いてあります。今日の箇所の4節をもう一度読みたいと思います。創世記12章の4節、アブラムは主が告げられた通りに出て行った。ロトも彼と一緒であった。ハランを出た時、アブラムは75歳であった。神様がアブラムを呼んで、そしてそれに従い、ハランという場所を出たとこの箇所は言っています。しかし他の聖書の箇所を読んでいくと、神様がアブラムを呼んだ時、アブラムがハラムにいた時ではなく、その前にいた場所の時だと書いてあります。新約聖書の使徒の働き7章の2節から4節を開きたいと思います。使徒の働き7章2節から4節、使徒の働き7章2節から4節、それではお読みいたします。するとステパノは言った。兄弟並びに父である皆さん、聞いてください。私たちの父アブラハムがハランに住む以前、まだメソポタミアにいた時、栄光の神が彼に現れ、あなたの土地、あなたの親族を離れて私が示す地へ行きなさいと言われました。そこでアブラハムはカルデア人の地を出てハランに住みました。そして父の死後、神はそこから彼を今あなた方が住んでいるこの地に移されました。この箇所を読むと、まあ、これはステパノが人の働きの中で迫害を受けている時に言った言葉なんですけど、アブラハムがハランに住む以前、まだメソポタミアにいた時、栄光の神が彼に現れ、その場所にいた時にあなたの土地、あなたの親族を離れて私が示す土地に行きなさい、そのように神様がアブラハムに言われたことがわかります。アブラムが育った場所はハランではなく、カルデア人のウルという場所でした。そしてこの箇所によると、神様が一番最初にアブラムを呼んだのはハランではなく、このメソポタミア、このカルデア人のウルという場所にいた時でした。また、創世記の方に戻りたいと思いますが、創世記の11章の31節を読みたいと思います。まあ、11章は先週の箇所なんですけど、創世記の11章31節を読みたいと思います。読みいたします。テラはその息子アブラムとハランの子である孫のロトと、息子アブラムの妻である娘のサライを伴い、カナンの地に行くために一緒にカルデア人のウルを出発した。しかしハランまで来ると彼らはそこに住んだ。この歌詞を読むと、アブラムの父親であるテラと家族みんなでウルっていう場所を出発してハランまで来て、そこに住んだことが分かります。神様はアブラムがカルデア人のウルという場所にいた時にアブラムを呼びました。つまり神様はアブラムがまだウルにいた時に、あなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す土地に行きなさいと命令しました。しかしアブラムはそれに従いませんでした。家族と一緒に旅をして、そしてカナンではなくハランという場所に住み始めました。ここでアブラムがやったことは神様に命令されたことではありません。アブラムは神様に信仰を持って
全てを離れてまで先の見えない土地に行くことができませんでした。しかし神様はもう一度アブラムにチャンスを与えました。アブラムがハランにいてそこに住み始めて落ち着いた後に神様はもう一度アブラムに命令しました。そして今度こそアブラムは神様に従いました。このアブラムの繰り返し、神様の命令を聞いてそれに従わない、そしてもう一度神様の命令を聞いてそれに従うという、その流れはヨナの話とすごく似ていると思います。そして神様に従ったアブラムはこの旅路を通して神様との関係がより深いものになっていきました。この旅路を通してアブラムの信仰が強められて、どんなことがあっても神様に信頼できるように成長しました。旅路を通して何度も神様の見守り、神様の祝福、そして神様の恵みを体験しました。私たちも信仰がこのぐらい成長したときに、神様によって神様の計画のために呼ばれるわけではありません。私たちがまだ信仰において未熟な時こそ、神様は私たちを使わそうとするんです。まだまだ神様に信仰を持つのが難しく感じる時こそ、神様は私たちを呼びます。従いたくない、まだそこまでの信仰がない、そのように思う時があるかもしれません。しかし私たちはそういう時こそ信仰を持って進んでいきたいと思います。そして私たちが神様に信頼して信仰を持って進んでいく時、その先にある旅路を通して神様との関係がより強められて、私たちの信仰が深められます。旅路を通して信仰が強められます。最後のポイントは約束に目を留めるです。約束に目を留める。神様はアブラムに約束を与えました。数えてみると全部で7つの約束をアブラムに与えました。7つの約束。1つ目の約束はあなたを大いなる民とする、あなたを大いなる民とする。2つ目はあなたを祝福する。3つ目はあなたの名を大いなるものとする。4つ目はあなたは祝福となる。5つ目はあなたを祝福するものを祝福する。そして6個目はあなたを呪うものを呪う。7つ目は地のすべての部族はあなたによって祝福される。アブラムは旅路を歩む中、旅路で起こる問題に目を留めたのではなく、この7つの約束に目を留めました。どんなに辛いことがあったとしても、アブラムが平安で満たされていた唯一の理由はこの7つの約束があったからなんです。時によってこの約束を疑ってしまう時もあったかもしれません。時によって心配になる時もあったかもしれません。しかしそれでもアブラムは神様を信頼し続けることをやめませんでした。約束に目を留めていました。私たちもいつも神様が私たちに与えてくださった約束だけに目を留めていきたいと思います。時には荒野を歩んでいる時期があるかもしれません。先の見えない神様の計画を疑ってしまう時もあるかもしれません。しかし
いつも約束に目を留めて進んでいきたいと思います。今回日本に行く以前に大きな心配事がありました。妻の朝日のビザのことでした。朝日は1年間のワーキングホリデーのビザでカナダに、この過去の1年間住んでいました。そして4ヶ月前くらいに PR 移民の申請を申し込み終わって、今もその政府からその返事を待っている状態です。まあ、この書類は約1年ちょっとはかかると思いますが、カナダのルールではこの PR を申請しているときはカナダに住んでは大丈夫ですが、カナダを出たらダメだと書いてあります。カナダを出てしまったらルールを破ることになって PR の申請も全部消されちゃう可能性があると書いてあります。しかし前からこの5月に兄の深夜の結婚式に参加するために日本に行く予定をしていましたので、なんとかカナダを出ても大丈夫な方法を探しました。そこで見つけた方法が、オープンワークパーミットというビザでした。このビザは PR を申請している人が申し込めるビザで、このビザをもらえるとカナダを自由に出て入ったりすることができるようになります。そして2ヶ月前ぐらいにこのオープンワークパーミットを申請して、日本に行くまでにそのこのビザが降りることを願っていました。まあ人によってそれぞれ違うみたいですが、3日後にそこのビザが降りる人もいれば1ヶ月ぐらいかかる人もいると聞きましたが、日本に行くまでは絶対に降りると思っていました。しかし日本に行くまでに全然降りる様子がありませんでした。もしこのオープンワークパーミットが届かなかったらカナダに戻ってこれない可能性がある、あると思いました。もしくは朝日の PR の申請が全部一からやり直すことになってしまう心配もありました。帰りは私だけカナダに戻れて、朝日は日本に残らないといけない心配もありました。まあ、その可能性があるならば、今回は私だけ日本に行って朝日をカナダに残った方がいいのかなと思いました。いろいろと調べましたが、なかなかクリアな答えが見つかることができませんでした。知り合いの弁護士に相談したときにいろいろと説明しましたけど、まあ、多分大丈夫だと思うよと答えてくれましたが、まだ 100% は分かりませんでした。しかし2人で祈って、今回日本に行くのはもちろん兄の深夜の結婚式に参加するためですが、それと同時に朝日のまだイエス様を信じていない家族との交わりもあって、そこに日本に行く大事な目的もあることに平安を与えられて、そして日本に行くことにしました。いろいろと心配はありましたが、日本での滞在を楽しく、そして朝日との家族との交わりも守られて、神様に信頼しながら日本での2週間を過ごしました。そうすると日本を出る1日前にこのオープンワークパーミットのビザが降りて、そして無事にカナダに戻ってくることができました。本当に神様に感謝しています。このことがあった後にこのアブラハムの信仰を読むと、本当に私は信仰の弱いものであることに気づかされます。しかしこれからもどんなことがあっても神様に信頼しながら歩んでいきたいと思います。アブラムは信仰を持って旅路に行きました。先の見えない土地へ神様の導きだけを信頼して進みました。それは決して簡単なことではありませんでした。しかし
アブラムはいつも神様の約束だけに目を留めて進んでいきました。神様がアブラムに与えた最後の約束、それは地のすべての部族はあなたによって祝福されるという約束です。今この水曜日に乗り換えて創世記を1から読んでいますが、創世記の1と2はその創造についてのことを話しています。しかし創世記の3章から11章、先週の11章まで繰り返し同じテーマがあります。それは罪によっての人間の失敗です。罪によっての人間の失敗、まずアダムとエヴァの失敗から始まります。そこからカインの失敗、その後にノアの時代の人たちの失敗、そして先週の11章はバベルの塔の人たちの失敗、繰り返し繰り返し罪によっての人間の失敗がこの3章から11章まであります。しかし今日の12章からその罪による人間の失敗を解決してくださる神様の計画が始まります。それはアブラムを通して地のすべての部族が祝福されるという約束です。アブラムを通してイサクが与えられ、ヤコブが与えられ、そしてイスラエル、神様の民がそこから広がっていきます。そのイスラエルの民の中から世界を救い出す救い主イエス・キリストが生まれます。イエス・キリストが十字架にかかり、その信仰を通して全ての人が救いに招かれる方法を神様が与えました。それこそが神様の最初からあったアブラムを通しての の約束です。私たちはこの約束にいつも目を留めていきたいと思います。イエス・キリストを通して私たちは救われる、イエス・キリストを通して私たちは永遠に神様と交われる、その約束だけに目を留めてこの旅路を信仰を持って進んでいきたいと思います。そしてこの信仰の旅路を通して私たちが何度も神様を疑ってしまうこともあるかもしれません。しかしそれが繰り返しすることによって私たちの信仰が強められ、そして私たちと神様がこの人、私たちが神様と共にこの旅路を歩む中、いつも私たちの中には平安で満たされています。お祈りします。愛する神様、今日も私たちに御言葉を与えてくれたことを感謝します。あなたがアブラムにあなたの地を離れて新しい場所に行きなさいと命令されたこと、そしてアブラムがそれに従ったこと、その話から私たちの信仰生活におけるあなたに信頼することを学ぶことができたことを感謝します。アブラムのように私たちもどうか神様あなただけに信頼を持ってこの旅路を進んでいくことができますように助けてください。私たちがこの信仰の旅路を歩む中、いろんな心配や恐れがあるかもしれません。目の前に壁がある時もあるかもしれません。しかしどうか私たちがいつもあなたが私と共にいてくださるという信仰を持って進むことができますように、そしてあなたが私たちに与えてくださった素晴らしい約束だけに目を留めて進むことができますように助けてください。私たちは弱いものです。しかしあなたが私と共にいてくださるから私たちは強くなります。あなただけに信仰を持って進むことができますように助けてください。
イエス様の素晴らしい御名を通してお祈りいたします。皆さんおはようございます。これから祈りの課題見てみましょうか。まあ、全部書いてある通りですけれども、ただいくつかのことで、注目したいと思います。まず明日